愛媛県出身の竹政栄作さんは、よさこいなるこ踊りやペギー葉山さんの南国土佐を後にしてなどを作曲し、1982年75歳で亡くなりました。今日、竹政さんの親族が高知市役所を訪れ、作曲家として活動していた時の写真や土佐わらべ歌の楽譜など貴重な資料1564点を寄贈しました。親族の森田重弘さんは、これらの資料を見て若い人にも竹政栄作の功績を知ってもらいたいと話していました。市は今後、学術資料として閲覧できるようにしていく予定です。